Windows ドライバーキットは、Microsoft の Windows OS 用、デバイスドライバーを作成するためのソフトウェア、開発キットである。バージョン7.1までの WDK は、ドキュメント、サンプル、ビルド環境、ツールなどを含んでいた。WDK は、Windows Vista よりも、前までは、Microsoft イバーデベロップメントキットと呼ばれていた。 WDK は DDK のほぼすべてのものを含み、加えてインスタウラブルファイルシステムキットとディスプレイコンパチビリティキットを含むようになった。Windows XP、Windows Server 2003まではハードウェア及び開発したデバイスドライバーのテストと測定を行うツールとしてハードウェア互換性テストキットが提供されていた。Windows Vista において HCT は ドライバーテストマネージャーに置き換えられた。DTM はテスト自動化のフレームワークを含む。この時点では DTM は WDK に含まれていた。その後 DTM は WDK と分離され Windows ロゴキットに置き換えられた。さらに WLK は Windows ハードウェア認定キットに置き換えられた。Windows 重要には HCK の後継として Windows ハードウェアラボキットが提供されている。ありがとうございます。